はい、ナミさん、お疲れ様です。そして、番組をご覧の皆様、インキュー TV でございます。一週間のご無沙汰でございました。まあ、ご無沙汰といってもね、セカンドチャンネルで日々運営はしておりましたんで、動画の本数はガンガン増えておりますけどもね、何が起きたかと言いますと、またいつものように、このメインチャンネルね、制限をいただきまして、YouTube Japan から警告ということでございました。一週間の利用制限がありました。で、えー、サブチャンネルの方でね、 え、放送の方は続けていたんですけども、やっと利用制限の1週間が過ぎて、こちらの方に、えー、またね、やってくることができました。あれ、更新がないなぁと思われたマニアックな方はね、セカンドチャンネルにスッと乗り換えていただいた、そんなね、えー、ことだったと思いますけども、セカンドチャンネルの方はね、チャンネル登録者99人ということで、な、血を這うように、 増えておりますけども、この1週間で100人にならずということでございましたね。やっぱりなかなかね、扱うテーマが扱うテーマですから。うん。あの、私のね、この日々の配信によって、虜になる方っていうのはね、そんなに爆発的に増えることはないなと思います。まあもちろん、扱うテーマによってはね、爆発的にチャンネルのね、登録者を増やすこともできるんですけども、まあ肩の力を抜いて、私の方はね、えー、この隠居 TV っていうのは、まさに隠居。のんびりとやらせてもらってますんで。でも今日、 このメインンチャンネルに戻るとやっぱりりねね、えー、安心感あります、ね、サブチャンネルも育てないといけないと思いますけどもでもこのメインチャンネルなんせね YouTube からの警告っていうのはいきなり来ますから特に今回今回ね過去の動画がまたアカウント制限なんですよ過去の動画もう3万本くらい動画上げてますから YouTube の利用規約が変わったからといってねいちいち3万本チェックしてらんないです もううそののままんまアカウント制限をを食らこことと覚悟ししてててやっっいいいくしかないなっていうのがね、辛いところですね。辛ですはい、それでね、たびたびね、こういう風にね、アカウント制限食らうと、何かとやりにくいことが、YouTube のクリエイター上起きてくるわけですよ。いや、この辺もね、もう抵抗し難い問題として、噛み合いながらやっていこうかな、というところでございます。というところでね、YouTube、サブチャンネルの方も活かしていかないといけないと。ということで、概要欄にね、サブチャンネル、 こちらのの方ついてますので今のうちにそういうことを察してねチャンネル登録をやっておいてくださいそして是非サブチャンネルの方これから見に行ってみてくださいサブチャンネルの方でもワンワンと吠えておりますんでそちらの方お楽しみにそれでは今日からメインチャンネル5月2日スタートです